あ、マッサージ。マッサージは1000円だったら。1000円だ。1000円ダメ。いやいやもう。あ、もうクラブ終わりっすか。あ、はい、今もう終わったっす。終わりっすか。大丈夫です。はい、やってまいりました、スピチューブ。今回はまたね、ナイトバージョンをやろうと思います。時刻はね、朝の4時です。ちょっとね、本当に微妙な時間なんですよね、この時間っていうのが。5時過ぎぐらいに始発があったり、この辺とかだいたい2時、3時ぐらいでお店がね、閉まったりするんで、そのね、4時、この空いた時間、間の時間をね、ちょっと調べてみようかなと思います。天下のマタドール閉まってんのかな。ちょっと入ってみようかな。もう終わりよね。もう終わりよ。頑張って。また明日。来ましたね。そうね。クラブイベントやっとるみたいで。朝方は6時ぐらいの。あ、もうクラブ終わりっすか。あ、はい、今もう終わったっす。終わりっすか。大丈夫です。今日クラブやってたんですけど、もう終わりっすか。時刻は4時なんですが、お店がねありますね。この後ろなんですけど、ソープランドがちょっと見えないんですけど、エステ屋さんまだやられてるんですね。やば。あ、マッサージ。マッサージは来ますか。3000円ですか。あ、行かないです。なんで。疲れろ、疲れろ。疲れは大丈夫です。1000円だったら。1000円だ。1000円ダメ。もうさっきのおばちゃん、普通に誰かの仕打ちかな、階段のところで座ってて、近づいたら急に立ち始めてね、急にマッサージどうですかっていう感じだったんでね。マッサージ大丈夫。結構ね、マッサージの人が多い。多いですね、めちゃめちゃ。多分ね、この4時とか、このスナックとか完全に閉まるね、時間帯っていうのは、始発まで何しようかっていう時間なんで、プラスはそこにお酒が入って酔ったんで、酔ってるタイミングで見計らってっていうことなんですかね。多いですね、やっぱり。ここにお店があるんですけど、えいつマッサージ大丈夫です。人来ます？結構。あ、来ます。めちゃめちゃ多いですね。でも警戒されますね、この格好で。この反射タスキ飲み屋街に来ました。料理屋さんは健在ですね。ちょっとまっすぐ行ってみようと思います。もうね、無料案内所の方は閉まってます。さすがにキャバクラの方も風営法の関係で閉まっております。ね、結構盛り上がってるとこでは盛り上がってるみたいですね。ちょっとこっちにも行ってみようかな。ね、この時間になると
送迎の車が多いですね。トリプル A、 これがトリプル A、 はい、いうわけで終電じゃなくて始発か、始発まであと40分ぐらいですかね。岡山から倉敷方面が5時10ちょっとぐらいなんで、はい、というわけで今回ね、もう時刻は5時を過ぎました。こんな感じで今日は帰って寝ます。皆さんありがとうございました。終わります。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。